こんにちは。このビデオはシビルレーザーズからのものです。1550ナノメートルの狭い線幅レーザー源、出力光ファイバーは SMPM で利用可能ですが、ここでは PM 光ファイバーです。レーザーはボタンで制御でき、レーザー出力を調整できます。レーザーはソフトウェアを通じて制御することもでき、レーザーのインターフェースは RS2023 です。制御ソフトウェアのインターフェースです。現在の出力電力と動作温度がレーザーディスプレイに表示されます。ファイバーはレーザーに固定されており、差し込むことはできません。光ファイバーインターフェースと長さはカスタマイズ可能です。1550ナノメートルの強線幅レーザーのパラメーター表、このレーザーの線幅は 2.64kHz です。スペクトルチャートとパワー安定性テストチャート、線幅テストレポート、温度は微調整でき、レーザー波長に影響を与える可能性があります。レーザーの電源投入テスト、レーザー出力はボタンで調整でき、調整範囲は 10%100%、 調整精度は 1mW です。作動温度も調整可能です。調整精度は摂氏 0.01 度です。シビアサーズ.comにアクセスして、その他のレーザー製品を見つけてください。